わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回は病気を予防する成分キトサンを解明する研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学薬学部薬学科安楽誠教授の研究室じゃ。一体どんなことを学んでおるんじゃ。私はカニ殻から取れるキトサンというものを使いまして、天然の多糖類なんですけれども、それを口から摂取することによって、機能性食品として、特に今腎不全ですね、腎不全の患者さんに応用できないかというところで、研究をさせていただいております。代表的なものは甲殻類でエビとかですね、イカ、そしてカニなどに含まれるんですけれども、そのキトサンを一番効率的に生成できるのが、カニというところになります。でただ山のものであったりするとキノコとかですね、ああいう中にも含まれるというふうに言われているので、もう自然界から取れる天然多糖として今重宝されているんじゃないかというふうに私は考えています。キトサンっていうものが胃の中に入るとちょっと膨らんで吸着作用を持つんですね。で腎不全の患者さんっていうのが基本的にはやっぱり腎臓の機能が落ちていくと、食物中に含まれるトリプトファンっていうのがあるんですけれども、それがインドールに代謝されて、そのインドールが肝臓に入って血液中になると、尿毒素って言われる悪い物質になるんですね。大元がインドールになりますので、キトサンを食べることによってキトサンがインドールを吸着してそのまま糞中に排泄させていくという機構で、キトサンが腎不全の予防あるいは治療ですね、使えるんじゃないかというところで今検討させていただいています。現在も外用として絆創膏ですね、あれの代わりとして使われているというのはもう実際医薬品として販売されています。キトサンから取れる天然多糖の中でもプラスマイナスで磁石みたいなのありますよね。で生体成分の中でもプラスにチャージしてますんで、相手側の傷側のサイトとしてそのマイナスチャージを持っているものが多いんですけれども、そのプラスチャージがあることによってプラスマイナスのチャージでこうくっつきやすくなったりして、その部分をこう保護したりで炎症を抑えたりというような効果があると。アレルギー成分って基本的にタンパク質なんですよね。でキトサンっていうのは天然多糖なので、そのタンパクと天然多糖をうまく分離することができればよりアレルギーを抑えられるだろうということで、そのアレルギーがある方にも応用できるようなキトサンの販売が最近行われつつあるという現状があります。ふむふむ。そして特に腎不全治療に応用しようとしとるんじゃろう。腎臓って悪くなってしまうともう悪くなりっぱなしなんで、腎臓が悪くなるマイルドな状態をとどめておくことが重要なんですね。で実際腎臓が悪くならないとお薬っていうのは処方されないんですが、キトサンのような機能性食品であればちょっと悪いかなっていうような時に予防目的で摂取することが可能なんじゃないかというところで、そのキトサンをその治療じゃなくて予防の段階からこうケアしていくような、そういうケアもできるんじゃないかというふうに今のところ考えています。やはり機能性食品に今いろんなものがありますので、基本的にはやっぱり薬品がメインになるんですけれども、薬品と機能性食品の相互作用がないというところを確認できれば推奨できるかと思うんですが、まだそこの実証ができていないので、今後そこの実証を重ねていってですね、キトサンもより推奨できるようになるんじゃないかというふうに考えています。安楽教授の研究は身近なところにも生かされておるんじゃろ。もともとお薬の成分って少ないじゃないですか。でそれを保護するような、例えば乳糖みたいなやつを混ぜて大きな錠剤になってるんですね、錠剤っていうのは。でもその錠剤の周りのやつを例えばキトサンなんかで保護することができればですね、主役のお薬もともとの効果プラスキトサンを混ぜることによってお薬の不敬剤としても使えるんじゃないかなと、そういうような効果も考えています。最初にお話ししましたように、天然多糖類から取れる天然のものであるということはですね、やはり体の中に入れてもある程度副作用もなくですね、自然に取れるというところで、お薬とはちょっと違ったですね、予防感覚で、気軽に取れるおやつのような感覚でですね、予防ができるというようなものとして今後推進していけたらなというふうには考えています。崇城大学薬学部薬学科の活躍がますます楽しみじゃ。